どこしえばな第3部。日向美優は救出しました。日向さん、ここを出ましょう。さあ脱出だ。これはそのまま、まずは順路通りに帰ってみよう。突然さ、扉が封鎖されてる可能性があるからね。で、どう順路通りに行くか、地下を通っていくか上から行くか、地下を通っていこう。これは逃げるパターンだな。いや、こっちからはいけないわ。じゃあはだしだ、超冷たそう。うわ、まずい。え、これどっちに戻る。え、ちょっと待って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 、全てが封鎖されている。あ、ここ封鎖されてんな。ってことは、こっちから行くのか。あ、ついてきてるか。もうみゆちゃんは無理だよ。ついてこれなかったら置いていくしかない。しっかりとついてこい。来るか。てか、ここまた封鎖されて、封鎖されてるし。6打ちでいくか。ここなんか複数来るんだよね。複数いるわ、やっぱり。しかし複数いるということは捕らえられればチャンス。ミュウちゃん手伝ってくんねえかな。ミュウちゃん射撃持ってないんだっけ。2人。ミュウちゃんよし、チャンス。まず一体処理したい、純粋に。毎回言うけどさ、敵の体力が分かるようになったってさ、言うけど、どれ本当に。あ、回避しとこう。バーハンってきた。いないいないバーハンってきた。残り10枚か。1体は倒した。07だとどれくらいなんだろう。ちょっとやってみよう。まず装填がそもそも遅いが、これでいくつ。127、わかんねえ。霊視5つで127。32、確かに90とかに比べて半分くらいしかダメージしかないな。38、目つ使うか。フェイタルが来たら3つ使う。てか5つ入ったらどうだ。263、まあ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 だな。今は滅使った。もがき苦しんでいる。よし、消えた。これ見とれないよ。落っこってきた。さすがにこの時はやつは襲ってこないよね。こんな戦闘中にまで襲ってきたら最悪だからな。まあ、大体どの作品でもこう逃げなきゃいけない場面っていうのが出てくるんで、倒せない、敵から襲われて、戻ってるし、戻ってても、ちょっと待って待って、こっちだ。あの水巫女が結構出てくるな。来た。どっから来てんだこれ。まあ、少なくとも進行方向にはいないはずだから。ミユ、本当にもう君を構っている余裕がない。
バリバリいける。どこだ、このまま上登ろう。え、これさ、ちなみにさ、開いてるよね。開いてる開いてる開いてる。どこだ、わからん。よし、いける。逃げられるようになって、これなんでだろう。優しいんだけど、出口を開放してくれてる。さっきまで出れなかったのに。お、はや、めっちゃ速く走れる、外に出たから。自分だけ懐中電灯持ってんな。あれ、みゆちゃん懐中電灯、そりゃさすがに閉じ込められたらなくすか。いや、早い。あれが、雨が降ってるから。山を降ります。この山は危険です。咲いた、完全に咲いた。知ってるとか。電気が消えている。雷で電源が落ちてしまったのかもしれない。電源のスイッチ、ケーブルカーを動かす。すげえな、どうやって動かすんだ。こっち電源室とか。立ち入り禁止は。ただこのスイッチを押せばいいっていうものでもない。こっちが電源室っぽくない。ブレーカーが落ちただけかな。こっちはいけないよね。立ち入り禁止、暗い。そりゃ夜だからな。いや、なんかいろいろあるけど、まずアイテム。お、フィルム。ちょ、危ない。ちょ、待ってよ、ここで来んの。首つってんだけど、回避になった。めっちゃ首つってんだけど、首吊りの縄ごとあれかな。いって、ちょっとここは数少ない14でいこう。67、2枚しかないもん。これで281、1枚しかない。しょうがない、それもまたしょうがない。ない。61でいくか。降ってきた。591が超強い。2体入ってるからか。首吊りが厄介だ。縄でめっちゃ揺れてんだけど。あれ、1体倒した男の方は。さすがの500きたー。びっくりした、こいつも首つってんやん。ペタルがどうなってんだこれ。すっげー揺れてんな。てかマジ5枚しかないもん。よし、外にいんのか、あいつ。安全なところに隠れてやがって。いや、戦闘は俺の役目だ、任せろ。残り4枚。てかフィルムはまだ取ってなかったかね、手が来たから。ここででも使い切るか。これでちょっと縦にしよう。うわ、チュ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 、待って待って待って、どっから来る。なんだこれ、どっから来てる。下、わかんねえけど、ダメージだよ。ロックがかけられん、わかんねえ、どこにいんのか。ちょっと一旦開いた。ずるいよね、自分だけこっそ外に行くなんて。来るか来るか来るか、来た。よし、仕留めたけど、もうない、フィルムがない。これはマッチ。ここで清めてもさ、どうせ外雨降ってるから意味ないんだよね。甘い。こう今濡れ状態になってるから手がよく来るんだよね、多分。で、このフィルムは回収しよう。よし、一応が24枚入るからね、1回手に入れることに。これ手くんの、この時も
主電源。電源が入った。よし、計算しよう。ビューはなんで？こいつずっと外にいるのか。どっちがいいんだろうね。外で広いところで待ってるか、狭い部屋の中に入るか。で、カメラ自体はちょっと一応にセットしとくか。で、電源を入れましょう。ガチャ。割と簡単に動かせるケーブルカー。車内。あ、動ける。お母さんを助けに行ったの。ちょっと時計があるんだけど。3時。見よう。電車とかのこういうさ、先頭車両のこういうのいいよね。でケーブルカーってこういう感じで、まあ、ロープウェイとかだったらもう絶対嫌だけどね。こういう状況でね、普通にロープウェイ乗るんだったらいいけどさ、こんな状況でロープウェイだったらいつ落ちるか分かんねえし、だったらケーブルカーの方が安心か。あ、思った。また雷か。天気のいい時に行けよ。あ、でも駅には着いた。めちゃくちゃ雨降ってんじゃん。行くの？ここで一晩明かすのもありだよね。一人だったらマジで怖いけどさ、二人だったら下山を急ぐか。下山を急ぐか。近くにトンネルがある。そこを抜ければ旅館の屋上へ出られる。屋上に出られるの？下山する道を探す。ああ、ちょっと待って待って待って、今アイテムが光っていた。これが途中の駅なのか。ちょうどうまく途中の駅で止まったんだね。あ、さらに確かに下に行けそうだけど、ご浸水か。手はマジで気をつけないと。マジか、今遅いよ出てくんのが。で、ご申請からの回復しよう。満員はまあ20個以上あるし、全然ガブ飲みしよう。水も5つ持ってたし、やっぱりまだちょっと続くね、救出してから。で、これは回収しておいて、で一応地図を見ながら行くと、どっちだ、樹海に消えた道、トンネル、トンネルを行けって言ってたな。よくこんなとこで走れんだ。あ、このアイテム、おなんだ、一応取れたな。背の高い女見えねえし。え、背の高い女ってあいつじゃん、もしかして。超やだ、すげえビビらされたかんな。で、出口。なんだこれ。ここしかないんだけど。分かった、このまま外へ行くってことね。またマップが切り替わるのかと思ったら、敵出んのかい。は？ミユどこ行ったお前。まだ遅っ。こっち行き止まり
ぽいけど、アイテムがないかだけは確認しておこう。なさそうだな。封鎖されている。ここはでもちゃんとした道だからね。人の手で作られたって、これ超やだ。一瞬見れる。でアイテム、これ車じゃね？マジかよ、なんだよ。いや、しつこいしつこいしつこい。誰が言ってんの、痛いって。は？ちょ、待って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 。あ、こいつここに、この車に吊るされたのか。ヘイタル、あれがよくわからん。なんかバイオハザードっぽいな。速い、いいね。やっぱ装填速くなってるから。おい、踏み潰してんぞ。虫けらのように扱う。倒した。今なんかキュイーンっていうのが多かったからな。触れられない、触れられる。ケツに触ってんな。女の人。すごい止まり方してんな。キュッて止まってんね。キュッて。うわ、なるほど、それであそこへ突っ込んだってことか。かわいそうに俺が見とってやった。車の中、なんか置いてないのかな。あ、車の中に、俺も別に車の中になんか置いてあるとかないからね。ティッシュペーパーとかそういうのしか置いてない。武器になるようなものはない。これいける？こっち開けられるか。だいぶ崩落してんな。ちょっと待って待って待って、なんで閉まったの今。よし、暗いは暗いな。ヘルメットがある、かぶってこうぜ。うん、なんかいる。見なかったことにしよう。私には何も見えなかった。ただ走るのみ。出てきたし、ミコここまで来るか。てかさ、今の状態まずくねえか。やったら今2人いた気がするんだけど、そっちまで来ないかな。男っぽいやつは確かに戦った方がポイントになるからね、普通に考えて。消えた。来る。2発3発よし。一応24枚手に入れられるのはでかいよな。ちょっとはまってない。装填速度だな。だいぶ転がされたな。来るぞ。こいつもタイミングがだいぶ分かってきた。あ、倒した。くれよ、ちょっとでも。すげえ顔だな。あれ、やつらいなくなった。あ、一回やっちゃうとあれか。今さ、なんか敵っぽいあれ出てこなかった。
マークあったよね。あ、ポイント貯めてね、射撃鍛えるは全然ありなんだけど、まあ一応今特に稼ぎとかはやってないっす。万葉のためにさ、ほらこれ食らうのもさなんかアホらしいよな。フィルムだったら全然取るけど、で回復はしておくか。滅のたまりまでまだだいぶあるな。やっぱり霊視を全然上げてないからね。強化機能として射影機吸収か。吸収やるんだったらちょっと一回7万貯めて感知やろう。次1段階ずつ上げよう。一気に16万ポイントまで貯めたい気がするけど。ゲッ、マジかよ、マジかよ。ちょっと待って待って待って、しつこい。よし、ベイタル、足、お前の弱点は足だ。潰された男よ。消えろ。あ、倒したか。また触れよう。これで開く？あいつがこの扉を封じていたのか。それほどの力を持ってる。それほどの力を持っていた。何なんだ引かれた男。それほどの怨念を残していったか。どういう道なんだ。何これ、え、アイテムかと思ったらなんだ。全然違った。あ、いけねえ。あ、こっちから行けってことね。進む。下山できる道を探そう。え、なになになに、山に続いてんのか。こっちじゃないってことね。ちょっと待って待って、ぐちゃぐちゃになっちゃった。これすげえアイテムに見えるんだけど。で、こっ、あ、こっちか。じゃあ、そう、あ、でここに繋がってるってことね。あ、そういう作りか。なんかダイレクトに屋上に出るのかと思ったら、ここに入っていくの。ここどこ？あれ、ここ、え、ここも探索しなきゃいけないの？アイテム、あ、フィルム、フィルム回収しよう。ああ、もうすげえ出てくる。 そして回避できない。よし、14、助かる。一回手に入れるだけでだいぶ補充されるからな。めっちゃ時間かかってんな。あいつ出てくんのか。お母さん、助けることができるかもしれない。なんでそう思うのそんなんなくない。めちゃくちゃ薄着だな。日向崎さんの家の方には連絡がつかなかった。また明日かけてみる。行かないと。もう一度。先生、ちょっとこちらへ。ああ、まだ続く。黒沢触れる。もう触り方がなんかやらしいよね。
続いているんでしょう。バカみたい。来ないで。私には関係ない。これはあれか、ユーリの過去か。おお。こんなん日常で見えたらマジで嫌だよね。やむわ。私は治りました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 。みゆちゃん何歳なんだ。日向崎みゆ、山頂近くにある神社湯の宮の奥で遥と同じように黒い箱に入れられていた。眠るみゆの記憶を見ようとしたユーリだったが、逆に自分の記憶を見られてしまう。こいつらすげえな、能力が。みゆもまた影見の力を持っていた。まあ、みゆがすごいのはわかる。ミクの血を引いてるからね。あいつの能力は半端じゃないから。ええ、はい、というところで、6のしずく、とこしえばな、まあ、3回になりましたけど、ここら辺からやっぱだんだん長くなってくるね。できれば3回くらい、1回は30分くらいにしたいんで、まあちょっと複数回に分かれてしまうかもしれないですけども、次回はまた7のしずく、小塚田優里ですね、やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。